こんばんは。いつもなすすみです。今日はですね、散歩を散策行くときにですね、これだけは持っていくっていう22品のアイテムをご紹介いたします。はい、では1品目なんですけども、頻繁に使うものからですね、ちょっとご紹介していくと、当たり前ですよね。マスク、今これがなければですね、外出られないんですよ。これはまず一つと、あとこれですね、ないと探す、メガネ拭き兼、スマホの液晶とかですね、携帯の液晶とか、そういったもの、あとカメラですよね、当然ね、そういったところを拭くもの、そしてこれはイヤホンですよね。コードレスのものをもう3回か4回買ったですよね。ただなんかもう壊れる、全部壊れて、自分が買ったものが、安物だからなんだと思うんですけど、もう結局こういう、あと首の、耳の穴がちょっと小さいんで、ほとんどみんな合わないんで、こう耳にかけるタイプですよね、こういう。これを、必ず買うというところですね。そしてですね、これが、なんて言うんでしょう。まず、軍手。軍手、特に、これに使うっていうのはないんですけど、何か木とかですね、石とかどけたり、その何か触らなきゃいけないっていう場面ですね、必ずつけるようにしています。それと、アルコールですよね。ただですね、今、店に入るときとか、要所要所で、なんていうんでしょう、もう設置されてあるんで、無理に使わないと、あまり使いすぎるとですね、手が荒れたりしますんで、ただこれは持参しているというところと、あと防虫系ですよね。これは体に振りかけるものと、刺された時にいるもので、散歩している時にですね、もう虫に刺されるともう嫌になっちゃうんですよ。あとヤブカとかですね、見るだけでもテンション下がりますよね。だからここだけはもう、常備っていうところですよね。あと、これなんだっけ、日焼け止めですね。もう4月5月からですね、結構紫外線バリバリで、皮膚があまり弱い人ですよね、これ必死、必ず必要ですよね、日焼け止め。あとはこのゴミ袋ですよね、もうないと大体困りますよね。あとハサミ、小型のハサミ、これもですね、買い物した時のタグっていうかですね、もうなんだかんだ使うんですよ。でこれも持参してます。あと目薬ですよね。ちょっとですね、リフレッシュっていうか気持ち切り替えるときに使ってます。あとティッシュとティッシュ両方ですね。この辺はですね、やっぱりなんだかんだこう、ないと困るっていう部分で、ここは毎回持参っていうところにあります。これもちょっとカバンに入れます。それとですね、もう一つ、自分にとってこれはもう、散歩だけではなくですね、当然ビジネスの場とかでも、持っていくもの、その前に、このカメラですね、P900 ニコンですね、2000ミリレンズということで、これは
やっぱり野鳥系ですよね。遠くにいる野鳥と、まあ、撮る時にですね、やっぱこれがないと、なんかいい撮り出た時にですね、非常に悔しい思いしますんで、持ち物の中では一番重いわけなんですけども、これは持参っていうことになります。あとカメラは今使ってるんですけども、今撮影中なんで映せないんですが、4K の、ビデオカメラですね、こちらを持っていくのと、あと、これですね。これはドンキホーテで、400円ぐらいしたのかな、網ですよね。まあ、これも忍ばせて、まあ、ちょっとですね、もう本当に本格的にガシャガシャ行くぞって時はこれじゃなくて、でかいやつ持っていくんですけども、まあ、そうじゃない時は、一応これを入れとけばですね、なんかいい場所あった時に、悔しい思いしないんで、まあこれも、実は伸びますね。あんまり伸ばす必要は今まで、そういう場面にはない、当たってないんですけど、こういう感じです。そして、あとこのノートですよね。まあ自分はこう A4 サイズで使ってます。まあ散歩中ですね、本当に気持ちがよくリラックスしてるんで、なんかそのアイデアが浮かぶんですよね、ひらめきます。だからその時にですね、メモするというところでノート持ってきます。もっとちっちゃいのでいいんじゃないかっていうところもあるんですけども、まあ私はこのサイズ。でこれがもう14、5冊目ですかね。ページで言うと3000ページくらい超えて、まあ自分がこう積み重ねてるものになります。そして、本当の貴重品。まあこれは、会社携帯ですよね。まあ持たざるを得ないっていうところですね。であとこれもそうそう、まあ、自分営業なんで一応ですね、あの名刺ですね、こう仕事の場じゃなくても持ってるというところでですね。そしてスマホですね。まあ特にメール、あとそうだ、道調べるときですね。でこれはですね、道は調べた方がいいですよね。やっぱなんか、だいたいこっちの方向だろうなっていうところ行くと逆になりますよね、結構。まあ、道調べるぐらいで使ってます。そして、財布ですね。まあ、このミニマリストがよく使う、小さな財布ですよね。まあ本当、札が 4、5 枚とか、まあコインがわずか、あとカード 2、3 枚しか入らないんですけども、まあこれで自分は十分です。まあ普段使いの財布ですね。まあなぜこれで十分かっていうとですね、私これをですね、カバンに入れてます。自分勝手にマスターとか呼んでるんですけど、まあ中はもう鍵とか、免許証とかのクレジットカードとか、なんて言うんでしょう、まあ、絶対になくせないやつですね。これはもう、なんて言うんでしょう、財布に入れないで、カバンの中に入れて絶対に出さないようにしてます。これ今回紹介するために出しましたけど、カバンからは絶対出さないというところで、まあ、希少品をですね、よく私何度もなくしてるんですよ。絶対になくさないためにですね、こういう風にやってます。そしてからやっぱもうなくしてる、貴重品なくしたってことはないですよね。これを、入れてます。カバンはですね、このカバン伊藤洋華堂で買ったんですけどね、これも仕事とプライベートもう兼用にしてますね。まあ、全部毎回出さなくて済むようにっていうところもあるんですけど、まあ結構でも
こう頻繁に出して整理はしてるんですけども、このカバンがですね、まあ、私結構いろんなものを変え、カバンもう本当にすぐ気に入らないで変えたりして、でこれはですね珍しくもう本当に気に入って長く使ってるカバンですよね、うん、じゃあですね、今日、この準備で、これから出かけたいと思います。